皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。佐々木チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、前回のサメの歯の修復に続いて、こちらですね、はい。10月の6日、日曜に取れた、異常巻きのアンモナイト。これ、まあ、おそらくは、エゾセラスエレガンスではないかと言われる、この突起のついた異常巻きのアンモナイトですね。はい、こちらの方の、クリーニングと、修復の方ですね、やっていきたいなと思うんですけれども、はい、こちらが今の化石の状態なんですけれども、掘り出した直後はですね、ここのところが、欠けちゃってたんですけども、その日のゴーノブで、また同じ場所を掘ってた時に、ここの、欠片を見つけたんで、ここは接着でくっつけて、補修はしてあります。はい。ただ、この流れの、ところの途中だけ、ちょっとだけこうだけね、ここだけがちょっと欠けちゃってる状態なんですけど、あとはですね、ここにもう一個ちっこい石があるんですけど、これがどこにあるやつかっていうと、この、一番上のとこですね。この殻が巻いてる一番上のところのさらに上に、あった石なんで、さらにこの巻きが一段つながるかどうかわからないんですが、こっちにもその続きが入ってるという感じですね。はい。なので、まあ修復の段取りとしては、まずはこの一番下の段ですね、こっちに埋まってるやつを、あらわにしたいというところで、その次には、はい、これ2段目をちょっとひっくり返したところなんですけど、ご覧のようにですね、2段目はこう綺麗に2列の突起が並んでるんですけれども、この突起の出てるところよく見ると、ちょっとね、先っぽが折れてるか取れてるかっていう感じなんですよね。はい。で、その残ってる突起はどこにあるかっていうと、このつぶつぶつぶってなってるところ、ここに、突起の先っちょが残ってる可能性があるんで、それをこっちに戻したい、こっちに戻したいんですけども、どうやってやるかっていうと、もう一回これをですね、ここにくっつけて、この裏側からクリーニングをしていって、でこの突起を、ね、あらわにしていきたいというところなんですけど、ただそれはここに殻ですね、このアンモナイトの殻がこっち側にくっついちゃってて、それも一緒に剥がしたいという時には有効なんですけど、これ、綺麗にトゲだけ残っちゃってるんで、で、こっちにはこのアンモナイトの殻ですね。殻が完全に残ってる状態なんで、ここに接着剤を打ってここに貼っちゃうと、逆にまたこの殻を剥がしちゃうことになっちゃうかもしれないんで、非常にちょっと難しいかもしれないんですけど、なんとかこの、トゲをもうちょっとはっきり見えるようにしたいっていうところですね。はい。そしてこの一番上の段のもの、ここに乗っかる一番上の段のものをクリーニングをして、まあ、きれいに出せればこの上に乗せて、で、まあ、最終的には全部接着をして、で表面を保護する保存処理をして、で完成になりますね。はい。はい。というわけでね、クリーニングも、修復もちょっと難易度は高いかなと思うんですけど、頑張ってやってみたいと思います。はい。クリーニングするときに、この上段の部分は、邪魔になるので、ここは外しておきます。はい。
下の段がおおむね終わったんで、次の工程をちょっと考えてたんですけど、まあ、当初はですね、この目型のところに化石の本体をこう貼り付けて、反対側からクリーニングして、突起をね、こう浮き彫りにしようと思ったんですけど、じゃあ実際にこの目型のところにトゲはどれくらい深く残ってるのかということで、まあ一つこの突起の跡をですね、ちょっと下からこうえぐるように掘ってみたんですけど、そんなに深くは残ってないですね。要するに表面の殻が剥がれたのと同じ程度しか深く入ってないという状態だと思うんで、まあトゲをね、これ以上無理に、ね、修復するのはやめにして、次の工程に行きたいと思います。はい、はい、さっき下の段に入ってた最後の殻のところを、元で出てたところにつなげてみたんですけどね、まあなかなかいい感じじゃないでしょうかね。ここにも突起が出てますんで、はい、ここにもね、はい、まあおそらく殻はもっと本来は続いていたんでしょうけども、ここで、割れて、なくなっちゃってる感じですかね。はい、はい、化石本体の接着にはですね、一応接着剤に加えて、UV のレジン液を使って、固めてみました。はい、これかなりカチカチになって、しっかりくっついてると思うんですけども、ただこの、間のところまだこれ透明なんで、ここに石粉粘土をちょっと水に溶いたものを塗って、最終的にはこう仕上げてみたいと思います。はい、はい、というわけで最終的にはこんな形になりました。はい、欠損した部分はね、粘土で補ってあるんですけれども、まあまあ綺麗な形になったんじゃないかなと思います。はい、で一番上の段ですね、別個にこう割れちゃってた石をクリーニングしたら、もう一段出てきたんで、最終的には 1,2,3,4 段ですかね。はい、ただこれ上下にかなり激しく潰れてるので、実際にはもっとね、こう傘が上に向かってあったと思うんですけど、まあまあ、これはいい標本なんじゃないかと思いますね。まあ、あとはこれが、エゾセラスなのかどうなのかっていうのをね、最終的に見ていただくために、まあ、アムナセンターの方にですね、お渡ししたいと思います。はい。
というわけで今回はこのアンモナイト化石の修復をやってみました。はい。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。